米沢信用金庫は、山形県米沢市に本店を置く、信用金庫である。山形県米沢市に本店を置く、唯一の地域金融機関。大玉地方を中心に13店舗を展開し、2016年には、創立90周年を迎えた。1926年11月1日に、保証責任、米沢織物製造信用販売購買組合として設立され、 1943年4月に、市街地信用組合法の施行にのっとり、保証責任、米沢織物製造信用組合に、改組、さらに同年12月には、保証責任米沢信用組合と合併し、米沢市信用組合となる。同組合の貯蓄口は600万円に達し、全国でも上位にランクインした。終戦直後の金融機関再建整備法による、 試練も乗り越え、1951年5月の市街地信用組合法の信用金庫法への改正によって、同年10月に米沢信用金庫として新発足した。1950年の繊維類の価格統制全面撤廃と、1955年頃までのティハチやかすりブームから、米沢市の地場産業である米沢織は活況に沸き、資金需要が高まった。 このため米折業者から米沢新金に手形が持ち込まれ、1950年代における貸し出しは手形割引が過半を占めた。米沢新金は経営陣に折物実務経験者を起用し、独特のノウハウを構築し、米式業界が期待に瀕した際にも貸し倒れを発生させず業績を伸ばした。また米式業界がオイルショック等で苦境に陥った際には、 常に支援の手を差し伸べた。また、市や商工各種団体等と積極的に協力し、地域活性化にも取り組んでいる。スポーツ振興区事等選権の払い戻し点は、以下の店舗でのみ取り扱う。米沢市第五巻 P497 ハット AB、米沢市第五巻 P498 東大人物伝。 吉池慶太郎国策第1号の工業団地の造成、米沢織から先端情報産業へ構造転換を図る。米沢日報。 http://www.ionezawa-np.jp/.html/.museum/.14yoshike.html2017 年7月16日閲覧<話す>第14回産学館連携功労者表彰についてつなげるイノベーション対象内閣府政策と活観 h t t p s w w w c a o n g o j p c s t p s a n g a k u k シ n s a n g a k u k ッ n /.pdf2017 年7月22日閲覧。山岳関連系功労者選考委員会特別賞、内閣府。 h t t p s w w w 8 c o n g o j p c s t p s a n g a k u k a n /.sanga-k-u-k-a-n に 016/.13 と区別。pdf2017 年7月22日閲覧。ありがとうございます。